グルメシティ博多祇園店時代の店舗外観マックスバリューエクスプレス博多祇園店はイオン九州が福岡県福岡市博多区で運営しているスーパーマーケットである2015年8月31日までの旧店舗名は大英グルメシティ博多祇園店でありグルメシティ時代の店番号は0728であった本校では 前身の淵上百貨店時代、ユニード本店時代、大英淵上店及び大英グルメシティ、博多祇園店時代についても記述する。もともと当店のあった地には、ユニードを創業した淵上家が、淵上五福店を営業しており、その後、株式会社への改装を経て、百貨店へ業態を変更、淵上百貨店となる。その後、スーパーマーケットルエを展開したり、 博多駅に対抗百貨店をオープンさせるも苦戦する。1963年には淵上百貨店も火災で消失してしまう。その際、デパートではなくスーパーマーケットとしての再オープンを選択し1965年10月21日に丸 A として再オープンした。その後、社名をユニードとしたことでユニード本店及びユニードの本社オフィスとなり、 大英への参加入りを経てユニードは1994年に大英に九州合併された。それに伴い店舗名も大英渕上店や大英グルメシティ渕上店と変化していった。当店の前には渕上前交差点や西鉄バスの渕上前バス停留所があったが、後に交差点は基本町西にバス停は近隣に開設された。 商業施設の名にちなみ、キャナルシティ、博多前に解消された。その後、1990年代後半から2000年代に、入り大英の経営が悪化。同時に、淵上店の建物も老朽化が目立ち改築を迫られていた。そこで、大英は2005年10月31日に、淵上店を閉店。2006年11月10日には、旧淵上店の跡地を、 東京建物に50億円で売却した。その後、東京建物が当地域の再開発のために設立した、基本開発特定目的会社により、博多基本センタープレイスの名で、地上11階、地下1階、東屋1階の店舗兼、オフィスビルを建設。テナントとして、大英が、グルメシティとして入居した。後に、大英が、イオングループ入りしたことにより、 2015年9月1日に当店を含む九州のグルメシティなど14店舗が九州分割によりマックスバリュー九州へ承継され同日9時にマックスバリュー博多祇園店としてリニューアルオープンした2020年9月1日にマックスバリュー九州が4九州へ合併されたことに伴い4九州の運営となったありがとうございます